開かずの心の授業。この番組は上田情報ビジネス専門学校上ジョビの提供でお送りいたします。起立お願いします。お願いします。お願いします。こんばんは、ひだかずことひだいかずたかです。先週まで障害を持つ子ども専門のスポーツ塾チットチャット代表の森島さんから私が聞いた脳性麻痺の障害を持つ野球大好き少年 A 君のすごいお話をずっとしてきました。私がこのお話を聞いて一番感動したのは監督さんの考え方なんです。だってすごいですよね。脳性麻痺で走ることもできない、ボールを投げることだってできない A 君に、そんなのやってみなきゃわからないだろうって自分のチームに入れたんです。そして必死に考えました。 A 君の役割は、どうしたら A 君はこのチームで必要とされる存在になるか。それがバントとファーストです。 A 君見事に役割を見つけました。そして私が一番感動したのが、この監督さんが何のために野球をやってるのかなんです。もちろん目標は試合に勝つことかもしれませんが、目的は子供たちの成長です。じゃなければ大事な決勝戦で A 君を使うことなんて絶対にできないですからね。そんなことして試合に負けたら保護者になんて言われるか分かりませんからね。でもですね、これは私の想像ですが、今回のこのお話、最後奇跡が起きて優勝できたからいいお話で終わりましたが、もしも A 君がフライを取ることができなくて試合に負けていたらどうなりますかね。文句を言う親出ましたかね。私はたとえ負けていても親は納得したんじゃないかなって思うんです。もちろんわからないですよ、それはわからないですが、普段の監督さんの考え方、指導方法を分かってる親は、あの監督らしいって思うんじゃないんですかね。優勝したその日の夜、打ち上げで監督が子供たちにこんなことを言ったそうです。あの時全員が A のところに走ったよなって、あの気持ちさえ忘れなかったらお前たちの将来は安心だ、仲間が困っていたら駆け寄って助ける、あの気持ちさえ忘れなかったらお前たちは大丈夫だ。この監督さんは分かってます。野球は道具なんです。野球という道具を使って子供たちに生きる力を見事に身につけさせてるんです。私も見習います。それではまた来週。ひだかずの心の授業。この番組は上田情報ビジネス専門学校上ジョビの提供でお送りいたしました。